魔法弾の的にしたいのなら私がなります。その代わりこの子だけはどうか。ママ私たちも逃げなくては。その必要はありません。私はメイビス。大丈夫？うん。おかげで助かりました。ありがとうございます。前はパン屋だったのか。ええ、今ではその面影はありませんが、とっても繁盛していたんです。やはりブルースカルの仕業ですか？ええ。それパパが誕生日に作ってくれたパンだよ。誕生日にはいつもいろんなパンをプレゼントしてくれたの。今度のパパの誕生日には私が作ったパンをプレゼントしようと思ってたのに。旅の途中なら一刻も早くこの町から立ち去った方がいいです。どうする？メンバーの数もすでに数百と言っていたな。あんたら旅のものかい。老人、いくつか聞きたいことがあるんだが。話すことなどない。ブルースカルが来てからこの町は。やったー、命中。なかなか面白い倒れ方だったな。死ぬ。この人たちがニコちゃんのお父さんを。許せません。その通りだ。やるぞユーリ、ウォーロット。ああ、決勝バトル。7年前に天狼島から盗んだ秘宝、天狼玉を返してもらいに来ました。やれ。いや、しかしあの兵の数は。あれは幻だ。突破するんだ。とっておきの結晶爆弾だ。私たちは敗走しました。しかしこれが本当の始まりだったのです。私が至らなかった。強大な相手と認識するべきだった。それを私は。すみません、人がいるなんて知らなくて。この森を出ていくんだ。僕に近づく者はみんな死んでゆく。アンクセラムの黒魔術。ずっとここに？いや、いろいろなところを渡り歩いてるよ。この呪いのせいで誰にも触れられない。もう行くよ。怖い思いをさせてごめんね。なんでこんなに動物たちが。触れても大丈夫ですよ。私の魔法です。本当に触ることはできませんけど。うん、温かいよ。ありがとう。お願いです。私たちに魔法を教えてください。私たちには戦わねばならない相手がいるんです。
なんで魔法の訓練なのに瞑想なんかが必要なんだ。とにかくまずはこれが大事なんですよね。魔法を使うには体内の魔力をただ変換するだけでは不十分なんだ。心に強い思いを持ち、その思いを糧としなければ魔法は容易には使えない。あれはエーテルなの。明日にした方がいいんじゃないですか。声かけないでくれ、今瞑想中なんだよ。私はいつもあの二人にはかなわない。訓練は大事ですけど、あまり無理しない方が。こないだみたいなのはごめんだからな。俺たちが無茶すると必ずウォーロットが助けてくれるんだ。あいつがいなかったら俺なんかとっくにあの世へ来たぜ。その通りだ。わしを守る。いいですね、仲間って。わしには激しい攻撃は向いてないようだ。みんなをサポートできる魔法を教えてくれ。いいよ、君の魂の色によく似合う魔法がある。木の魔法か。すげえ、全身に力がみなぎってる。ああ、これでわしたちも戦える。フェアリーテイル誕生まであと10日に迫っていた。彼女を殺したのはやはり僕なのかもしれない。はあ、町を解放するだ。はい、町の人々の苦しみ、これ以上見てられません。力を手に入れた今なら救えるかもしれねえ。こんにちは。どうして？あら、あなたたちまだこの町にいたんですか？お願いがあってきました。集めてくれたらその後は私たちが説明します。手伝ってほしいことがあるんです、この町を変えるために。その人どこにいるか教えてください。おじさん、この人たち町を変えるって。ああ、ママさんよ、こいつら何なんだい。もっと面白くしませんか、あなたの力で。なんだかわからねえが、まあ話だけは聞いてやるか。俺たちは今からギルドに文句を言いに行く。一緒に行きたい奴は俺たちについてこい。おい、ブルースカル、パンをくれ。お願いします、今のままじゃもう生きていけません。なんだ。あんたらの本拠地カルディア大聖堂はわしたちが手に入れた。ジョフリー、マグノリアが燃えています。私は町へ。どうなっている。お前、私の王国を、私の世界を壊すつもりか。マスタージョフリー様。そういうことか、少し演出が過ぎたようだな。これ幻でしょ。